10月4日に降下時間が 6.7 から 7.9 カウントに情報修正された佐藤嗣信を紹介するよ。計略は式4の投げ計略で、佐藤自身の兵力が多いほど投げ先の武力が上がり自信撤退。兵力100で武力プラス7、兵力101でプラス8、兵力50付近でプラス5。1コス武力3千人持ちとスペック採用できるカードやったから計略まで強くなったのが驚き。黒はワンタップの藁が組みやすい勢力やから素武力を差別に投げ計略を仕込めるのが便利。沈まれこれが乱世か。流派発動。一の型。丸くは収まらぬか。捨て物。佐藤嗣信は三国志大戦の顧問要素と見ていて、武力3知力に式4で自信撤退し、武力のみを上げる投げ計略。あっちが無敵やったことを踏まえると佐藤がスペック優秀なのが分かりやすいね。頃合いだな。死ぬ。神宮塔をなめんなよ。男を見せろハーレクイーン。王たる威厳と存在を今こそ示せ。死ね。どうしてオイラはいつも流派発動。二の型。切られる時が来たか。ここはカウンター基礎や司法書をうじつな対策で消波ゲージを2つだけ進めて、こうを取らずに帰りたいな。はいはい、報復の時。見やれ、これぞ神妙なる大岡さばき。神宮塔をなめんなよ。戦機開放。クズ野人が沈まれ。セブロ流派発動。二の型。獅子の進軍からは逃れられぬ。さあ進め。捨て物。狙われています。身を隠され。お立ち立て。進撃。くだらねえ。バカチンガ。進撃。
人が。どうしてオイラは沈まれ沈まれ。いざ出陣。神宮島をなめんなよ。クズめんが。見やれ、これぞ神妙なる大岡さばき。超武力なら回復前にある程度潰せるはず。狙われています。身を隠され。お達者で。バカチンガ。これが乱世か。ぶったりゃ。どうしてオイラは静まれ。連マッチを考慮して戦機は安全。流派発動。三の型。ぬわぎゃ。くだらねえ。いざ出陣。マガジンが沈まれ。今回は2試合やるよ。様に道を開けろ。お達者で。バカチンガ。無念でございます。貴様、名を名乗る。放て。目が見えない。俺様以外は馬を降りろ。バカチンガ。敵陣はどっちだ。流派発動。一の型。バカチンガ。いざ出陣。バカチンガ。放て。主に侍、敵を斬る。バカチンガ。俺たちで新たな世を作るのだ。放て。
放て。くせ者、バカシンガー、放て。怖いだな。俺が許可する。クオン分子を排除せよ。神宮島をなめんなよ。流派発動。三の方、バカシンガー、全機見ろ、肩。今はがむしゃらに戦うっきゃねえ。狙われています。身を隠され。お立ち立て。うっきゃ、無念でございます。死ね。放て。いざ出陣。お前の志はそんなものか。俺の首はやらん。あなつらへしおってやら。死ね。切られる時が来たか。バカチンガー。うっきゃ。ざまあ見ろ。ご視聴ありがとうございました。一番強えんだよ。